ポイントとしてアドバイスしてもよろしいですかね。首をこう下げるんじゃなくて、少しこう後ろ側にちょっと引っ張ってもらって、首を重心側に引っ張ってもらって、そのままでこう持ち上げると、持ち上げ、特にエアサポつけてると持ち上げやすいと思うんで、首のポジションは少しこう前じゃなくて後ろ側に持ってきて、ちょっと持っていただいてみてよろしいですか。じゃあちょっと持って首の位置を変えないで、そうです、そこまでいかなくていいですけど、それで上げてもらった方が背中側の筋肉で結構持ち上げられるんで、そうですね、楽な感じはしますね。まあ、今日はちょっと今お話伺ってみたんですけども、実際、エアサポをそのつける前、つけた後、だいたい1週間とか、1ヶ月とか、ある程度の期間が経ってくると、その差っていうのはやっぱりこう感じられますかね。そうですね、感じますね。いかがですか？そうですね、ずっと腰の方に負担がかかってたんですけど、それがなくなってきてるような感じはします。わかりました。じゃあ、またぜひこれからも使っていただいて、首の位置も気をつけていただけると、よりこう体全体で持ち上げやすくなると思うんで、フォームもちょっと気をつけて今後は持っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。今日はありがとうございました。